現在の東京ドームの様子です。来日中のローマカトリック教会フランシスコ教皇が大規模なミサを開いています。およそ5万人が今回集まったということなんですが、カトリック系の学校に通う学生や教会関係者などが出席していて、これチケットは抽選などで割り当てられたということです。日本語に加えてラテン語、英語、スペイン語など8カ国語で聖書を朗読するなどというミサが行われています。今回実に38年ぶりの来日となった教皇が日本から世界に向けて伝えたかったメッセージとは何だったんでしょうか。私たちの兄弟姉妹と8 años después del triple desastre Japón ha demostrado como un pueblo puede unirse en solidaridad paciencia, perseverancia y resistencia. 都内で今日、フランシスコ教皇は東日本大震災の被災者と面会し、復興への努力を称えました。その後、皇居へ移動し、天皇陛下と面会。およそ20分にわたり会談し、陛下は長崎、広島への訪問などに感謝を述べられました。そして先ほど午後3時半過ぎ、およそ5万人の信者たちが待ち構える中、フランシスコ教皇が東京ドームでのミサに臨むため会場に到着。さらに会場の外にも信者たちの姿が。おミサは申し込んだんですが、抽選に外れてしまって、はい、グッズだけ買いに来ました。息子と一緒に平和を感じたいなと。ミサの冒頭、フランシスコ教皇は今回の来日で感じたある思いを口にしました。Incapaces de comprender el significado de la vida y de su propia existencia. ローマ教皇は世界におよそ13億人の信者がいるキリスト教最大の教派ローマカトリック教会のトップ、国際社会に大きな影響力を持つと言われています。日本の信者はおよそ44万人で人口のわずか 0.4% ほどです。それにもかかわらずローマ教皇はとりわけ日本を訪れることを強く望んでいたといいます。それは Aquí, en esta ciudad, que es testigo de las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales de un ataque nuclear。今回の訪日、目的の一つは被爆地から核兵器廃絶のメッセージを世界に発信するため。昨日は長崎、広島を訪れ被爆者と言葉を交わしました。 No podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido. ¿Cómo podemos proponer la pazSi frecuentamos la intimidación bélica nuclear como recurso legítimo para la resolución de los conflictos? 核兵器を保有すること自体を倫理に反すると批判しました。また、死刑制度に反対の立場を表明している教皇。今日のミサには、静岡県で一家4人が殺害された袴田事件で死刑が確定し、再審請求中の袴田巌さんが招待されていて、このあと予定されている安倍総理との会談で死刑制度廃止を働きかけたりするのではないかと注目されています。教皇が日本で核廃絶を訴えるからこそ強いメッセージとして伝わるんでしょうね。日本人としても今一度考える機会をもらった感じですね。